これは高層ビル、ホテル、レジャー施設、商業施設など様々な場所に最適な空気環境を提供している事業なので、多くの人々が集まる空間でみんなが快適に過ごしている様子を描きました。僕の仕事は特に一日中スタジオで撮影することが多いので興味深い事業ですね。快適な空間で自分が仕事をするのを想像しながら、この紙の人形一つ一つが生き生きとして見えるように動きとデザインにこだわりました。塗装もよく考えたら空気の力が使われているんですよね。ムラなくきれいに吹きつけ、かつ車だけでなく飛行機や新幹線なども登場させることで塗装技術の幅広さを表現しました。もちろん馬の塗装はやってませんよ。この遊び心を受け入れてくれるところも、常に新しいことに挑戦している待機者様の社風がにじみ出ていると思います。本来であれば吹きつける技術だけでなく、空気をコントロールして塗料の散乱を防いだり、車のボディへの埃の付着を防ぐ空調技術もあるのですが、今回は時間の都合上泣く泣くカットしました。塗装技術一つとっても非常に奥が深いなと感じましたね。人が過ごす快適な空間だけじゃなく、細かい埃や菌の影響を受けやすい精密機器や薬の開発にも空調設備は重要なんですね。日々進歩するさまざまな技術は、そんなクリーンな空間で生まれるということを表現できればと思い、身近な精密機器のモチーフとして基板からスマホが出来上がる演出にしています。私たちが普段何気なく使っているものや薬にも空気のコントロールが関わっていたなんて驚きでした。完全無農薬栽培でみずみずしく育つグリーンルーム技術を使った事業なので、たとえ外が厳しい環境でも工場の中ではすくすく野菜が育つことをイメージさせるアニメーションにしています。それと世界で唯一結球レタスという丸いレタスを量産化できる独自の技術を伝えるために、丸いレタスを表現するところにこだわりました。今回 CM 制作に携わらせていただいて、空気の力って本当にいろいろなところで役立っているんだなとすごく勉強になりました。目に見えない力ってすごいなというか、 CM は30秒という短い時間なので全てを表現するのは難しかったですが、少しでも分かりやすく皆さんに待機者様の事業を伝えられればと思って作ったので、ぜひ多くの方々に見てもらいたいと思います。